りょうちゃん。も、早いな。優先順位的には OK だ。OK。何が？何がって、今日はお前、あれだろ？ふふ、待ってたんだ。はめたな。はいはい、待ってましたよ。正直でよろしい。どうぞ、バレンタインのチョコだよ。これ高かったろ。高かった、10リッチしました。うん、奮発したんだよ。お前のバイト何回分な。うん、そう思うとなんか食べにくいな。食べろ、大事にして食べろ。美味しいからちゃんと食べて。だな、ありがたくいただくよ。うん、オッケーオッケー、喜んでもらえた。オッケー。大体何ですか。あ、りょうちゃんどうしたん、どうしたん。お前今度の日曜空いてるか。あ、空いとる。今度の日曜やろ。私の誕生日の次の日やんな。さっさくんが部活やから、まあ空いとるっちゃ空いとるかなみたいな。じゃあ水族館デートでゆっくりするか。どうしよう。何このイベント、何高級チョコ渡したから、もしかして高級チョコ渡してちょっと調子に乗っとる感じ。どうしようかな。これ行った方がいいんかな。行かんかったらね、ちょっと爆弾つけそうで怖いんやけど。どうなんやろ、行くか。行ってちょっとなだめよう。あんまり乗り気じゃないけど。よし、決まりだな。待ち合わせ場所はどうする。羽ばたき駅でどうかな。了解、楽しみにしてます。調子乗ってんなこいつ。高級チョコもらって調子乗ってんな。りょうちゃんからのお誘い、こうやってデートかな。いや違うと思う、友達やからね。はい、誰ふわか。突然悪いな。どうしたどうしたどうした、なんすかなんすか。りょうちゃんどうした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 のじゃないだろう。今日はあ、誕生日です。たく、お前はとぼけてるのかマジなのか分かりにくいんだよ。誕生日です。何くれるんですか。誕生日おめでとう、プレゼントだ。え、なんすかなんすか。え、ありがとうございます。え、りょうちゃん、え、ちょ、合格。ご、何合格って、え、何合格ってなんすか。合格、そう、うん、お礼は今の顔で十分。うん、そっか。中身はさ、後でゆっくり確認しろよ。あ、はい、う、ありがとう、すごく楽しみ。またな、はい、次会う時いいリアクション期待してます。これちょっと調子乗っとるくね、こいつ。何、何、なんか調子乗ってね、こいつ。え、何、私が高い高級チョコあげたから調子乗ってね。今日りょうちゃんとデートや。今日りょうちゃんとデートや。あ、やべ、あれ都会の方やからな、駅っぽい感じがするけど分からん。やべえやべえやべえ、まだ来てないみたい。え、間違えた、私まだ来ない、もしかして私間違えたやる。え、ちょっと待って、いや。時戻せないんです、このゲーム。私場所間違えとんや、多分。もしもし。はい、りょうちゃん。今日のことだけど。怒っとる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 。お前にとってはそんなもんだったんだな。もう、あの、あ、やばい、ちょっとあの、爆弾予備軍ですね。やばい、やっと見つけた。え、やばい、これ殺されるやつや、殺される殺される殺される、やばい、殺されるやろこれ。え、怖い怖い、え、なになに、怖い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 、あの、殺される3人に、あの、なんすか、なんですか、あの、なんですか、あの、そんな3人で、あの、やめてもらっていいですか。あの、集団リンチやめてもらっていいですか。あの、ごめんなさい。俺たち学食行くんだけど、うん、お前も来てくれないか。あ、行くけど、あの真ん中の人怖いです。真ん中の人怖い、真ん中の人怖い。助かった。
じゃあ行こうぜ。こいつ内心切れとるからさ、ブチ切れやからさ、こいつ。こいつブチ切れとうって言ったけど、こんな感じやけど、こんな感じやけど、こいつ内心ブチ切れとうから、やばいやばい。ごめんなさい、すいません。あの、ほっと、そうだ、りょうちゃんから帰りに話があるって言われたんだ。え？何かあったのかな？え？呼び出し食らった。とうとう、りょうちゃんから呼び出し食らいましたよ、私。放課後ちょっと、裏庭来いよ。怖い怖い怖いよ怖いよ怖いよ、こいつ怖いよ。え、何何何、え、怖い、ちょっと待って、怖い怖い怖い。え、何何、え、寒いな、ごめん、冷えるよな、もう行こう。え、何、うん、でも話があったんでしょ。さっきまであったけど、並んで寒さに耐えてたらもう忘れた。ええりょうちゃんすごく寒いみたい。手少し震えてるかも。なに、いやいやいや、なになに、ちょ待って、手震えてる、ま、ちょ、寒くて手が震えとるから手触るんやろ、手触って温めなあかんのやろ。でも私別にそんなりょうちゃん触りたくないしな、別に。正解は手なんですよね。なになに、なんなんこいつ、なんかこいつ本命チョコじゃなくて、あの高級チョコ渡してからさ、なんかちょっとグイグイ来てないこいつ、怖えよ。手触りたくないけど、触るしかない。サンキュー、引っ張ってくれ。体がカッチコチに固まって立ち上がれない。もう行くよ、バイバイ。よっと、自一人で立てよ、お前男やろ。わわ、なんか温まったな。一人で盛り上がってますね、この人。私との温度感よ。ふふ、そうかも。温度感がやばい。ちょっと待って。か。やべ。やべっつったな。条件反射。やべ、条件反射で声聞くだけでやべっつって、どうだ。どうしたん、どうしたん、りょうちゃん。やっと見つけた。うん。ちょっとこっち来い。はい、なんでしょう。うん。先月の俺、あ、ホワイトデーだろ今日。はい、そうです。ありがとうございます。他のとはちょっと違うんだ。だからさ、見られたら面倒だろ。なるほど、そっか。 ありがとう。りょうちゃんはたくさんチョコもらったもんね。いいな、お前にもそういう感情があるってことか。そういう感情とは、どういうこと。悪い悪い、それで許してください。ね、私が嫉妬したとでも思っとんかこいつ。私があれか、りょうちゃんいっぱいチョコもらったんだねって言うだけで、それがね、私が嫉妬しとるみたいに、そう思ったんか。思ってねえよ、1ミリも。1ミリも思ってねえよ。仕方ないな。ありがとうございました。じゃあな。さて、こいつから何もらえるんでしょうね。3年連続同じクラスやで、こいつ。りょうちゃんって、まさかさ、今年も一緒のクラスみたいだな。もう偶然で片付けられない。そうね。3年間一緒ってだけって、りょうちゃんだけかもね、母。当たり前だろ。他にそんなやついてたまるかよ。なんか調子乗って、こいつ調子乗ってね。これ調子乗ってね、ちょっと。調子乗っとるね。どうしたどうした、こいつ。ん？いや、言った。ありがとうございました。ありがとうございました。何こいつ。なんすか。りょうちゃん、どうしたん。近くまで来たから。っていうか、ああいうのよく来るのか。なんすか。うん、常連さんですけど。なあ、お前バイト変えろよ。はなんでやねん。はなんで。俺がいないときあんなのに絡まれたらどうすんだよ。いや、なんで、嫌なんですけど、なんでそんなんでバイト変えないといけないんですか。なんすか。なんすか。事務方ですね。大丈夫ですけど、車はすごいけど、いい人たちなんで、はい。そうなのか。そうっす、はい。趣味で車を、レストアしてるんだって。はい。おしゃれで楽しいおじさんたちなんで、はい。楽しいおじいさん？おじいさん。あ、そう。ったく、心配させんなよ。なんだこいつ。なんだこいつ。
ですよ。え、なんで、勝手に勘違いして勝手に怒って勝手にバイト辞めろとか言って、ほんで勝手に一人で空回ったんやけど、何乗っていきなとかふざけってよく声かけてくれる。やっぱりダメだな。ええ、いいか、お前の吸引力は年齢とか関係ないんだ。笑顔は 20% で十分だ。白羽助けてくれ。変な客に絡まれてます。白羽助けてくれ。もうどういうこと。そう、そのくらい怒ってるくらいでいいんだよ。じゃあな。怒った顔で接客なんてできねえよ。そうや、仕事はね、愛想を振りまかんといかんのよ。怒った顔で接客したらクビになりますから。何こいつ、何こいつ、何こいつ、何いたいた。ちょ、怖い。なんすか、なんすか、え、なんすか、え、なんすか、この人。え、え、いたいた、なんすか。え、あ、りょうちゃん、え、どうしたん、え、何。お前、今度の日曜、空いてるか。空いてないと思う。確か、あの、さっさくんとデート入れたっけ。いや、入れてないわ、デート。入れてないけど、ちょっと空いてないかな。ちょっと空いてないかな。うん、用事、多分ないけど、その日、あの、多分さっさくんをデートに誘おうかななんて考えとるから、ちょっとあの空いてないかなみたいな。うん、あ、そうですか、ならいい。拗ねたの、おい。今度の日曜なんか用だったのかな。知らないですね。今週はバッチリ頑張ったよね。へえ、やるじゃん。勉強も好きなんだな。こいつどこ行ってもおるんやけど。こいつどこ行ってもおるんやけど。やったね。うんうん。あ、りょうちゃんからメッセージ。怖いよ、なんだ。ちょっと待って、か、最近忙しいのか。あの、忙しいです。あの、そんなことないけど。え、ちょっと待って。あ、そ、じゃあこの前はたまたま忙しかったってことか。何がですか、この前って。あの、何の話ですか。忘れてんのかよ。え、こっちは真剣にプランねって誘ってんだけど、デート。すいません、あの、私が待ち合わせ場所、あの、間違えたとこの話ですか。それとも、え、デート断ったことですか。あ、ごめんね、この間バタバタしてて、あは、あは、爆弾ついとる。いや、まだついてないと思うぞ。たく、バタバタしてるのは生まれつきだろ。もうその日だけバタバタしてたの。ははは、はいはい。あ、断ったことに深い意味がないことだけは十分分かったよ。そうですね、さっさくんをちょっと電話で、そう、あの、デート誘うっていう予定があるだけで、別に深い意味はないです。今度バタバタしてない時に誘います。りゅうちゃん気にしてたんだな。今度誘ってくれたらちゃんと一緒に出かけよう。いやです、いや、行かないです。こいつやべえ、こいつ怖えよ、こいつ怖え。今週バッチリ頑張ったよね。クラブ活動も全力で、お前らしいな。バレとる。無理すんなよ。陸上部入ったのバレとる。ちょっと待って、なんでこいつ、ちょっと陸上部入ったのバレとるやんけど、こいつ大丈夫かな。バレとる。なん、ちょっとバレとるやんけど、あの、やばい、バレとる。いた。え、はい。何？あ、りょうちゃん、どうしたん？お前、今度の日曜空いてるか。今度の日曜、あの、フリーマーケットに行こうかなと思っとくから、ちょっと空いてないかなみたいな。あの、ちょっと用事があって、ちょっとあの、フリーマーケットに行きたいなみたいな。あの、ちょっとこの人の好感度上げるのそろそろ危ないんで、ちょっとすいません、あの、用事があって。あ、そうですか、ならいい。ごめんなさい。こいつ怖えよ。怖い、あの人怖い。え、どうしたの。そういえば、りょうちゃん、この間、屋上で電話してたよね。多分、ご両親と。深刻な話みたいだったな。え、りょうちゃんからだ。え、って、もうそんなもん、って。え、
もしもし、りょうちゃん、すごい、今、私もりょうちゃんのこと考えてたのか、やめろよ、そんな思わせぶりなことを言うんじゃないよ。私はさっさくんのことしか考えてない。そっか。俺たち、昔からそういうとこあるもんな。いや、え、特にないかな。な、今からうちにランチ食べに来いよ。え、たっぷり作ってお待ちしてまーす。断る権利ないんですか？断る権利ないんですか？やばい。ちょっと待ってよ。やばい。ちょっと待って、断る権利がないんやけど。ちょっと待ってよ。強制できないんやけど。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。はい。急だからびっくりしました。でも食べに来たんだろ？ほら来いよ。仕上げはこれからだ。いや、行きたくないな、みたいな。なんすか？りょうちゃん。か、お待ちしてました。あ、ふふ、お待たせしました。誕生日プレゼントおめでとう。あ、誕生日おめでとう。プレゼントよろがんばらと言われていいけど。ま、お前が覚えてた時点ですでに喜んではいるけどな。覚えてませんでしたよ。もういいから開けてみ。わかったわかった。さすが幼馴染、俺のことわかってるな。そうです、ただの幼馴染ですからね。ただの幼馴染ですから。うん、当たり前だろ、うん、もし気に入らないなんて言ったらそいつは偽物。そっか、じゃあこのりょうちゃんは本物。大事にするよ。プレゼントもお前も。プレゼントだけでいいですよ。私のこと別に大事にしなくても大丈夫です。プレゼントだけでいいです。大事にしなくていいよ、私のことは。大丈夫、間に合ってますんで。はい、なんかすごく喜んでもらえたみたい。よかった。大丈夫です。大丈夫。間に合ってますんで。はい。よし。嫌われる触り方と。10年間誰も住んでなかったから、ところどころ傷んでるんだ。家に来るってリビングとかじゃなくて、りょうちゃんのお部屋ですか？まずい。これ、やばい。私襲われるわ。あ、さっさくん助けて。私襲われるわ、これ。あ、完璧。もうね、やられるパターンですね。素敵な部屋だね。男っぽい部屋。素敵な部屋だね。素敵？普通の子供部屋だろ。え、印象悪くしちゃったかな。お前と一緒にいてこんなもんかよ。めんどくさい。悪い、今は無理。めんどくせっかんな。なこいつも名前呼び出した。なんすか。入学式の日はタイミング逃したけど、昔はこうだったよな。記憶にないですね。そう呼んでくれてたね。ほん、だからさ、うん、俺たちにはこっちの方が普通だろ。いや、さっさくんの特権取らないでもらっていいですか。昔は昔なんで、すいませんが、カンナというものは、さっさくんだけの特権にしたいので、ちょっとやめてください。なんだよ、嫌なのかよ。嫌じゃないけど。ああ、そうですか。じゃあ、いいよ。うん、悪いこと。こいつわかんねえよ。ありがとう、送ってくれて。今さらそんな気使うなよ。じゃ、またな。おやすみ。どうした？ったく、わかった。え？もう少しここにいるよ。いや、いいです。帰ってください。帰って。あ、わかった。あ、危ない。よし。絶対嫌がられると思ったけど、最後のタッチ。なんで？おかしいな。嫌がれるような行動をしたらなんか好かれるんやけど、おかしい、こいつ。ん？うわ！カンナ。メリークリスマス。メリークリスマス。あ、のぞむくん、メリークリスマス。君、それから料理、プレゼント。うん。今日の俺の優先順位だよ。私が一番。ありがとうございます。練習メニューみたい。へえ。いいじゃん。ドレス。ドレスです。気に入ってくれた？おう。なんかさ、隣にいてふわふわするよ。ふわふわしていいんですよ。浮かれてんだと思う。うん。ありがとうございます。俺はどうかな。さっき花婿みたいとか言われたよ。花婿みたいですね。いやー、結婚します。うん、確かに新郎みたい。マジで。じゃあ
君が神父だろ。披露宴じゃん。何言ってんすかこいつ。こいつ何言ってんすか。こいつ何言ってんの。え、自分で何言ってるとか分かってます。え、自分で何言ってるか分かっとるこいつ。結婚、あ、結婚しました。結婚しました。よろしくお願いします。いや、もうね、結婚しました。はい、ここ、あの、クリスマスパーティー元、あの、結婚式です。はい、どうも、結婚しました。ええ、うわ、メリークリスマス。あ、メリークリスマス。あ、りょうちゃん、メリークリスマス。楽しんでるみたいだな。あ、すごい楽しいですね。はい、やっぱあの結婚式ですからね。あの、まあね、私とさっさくんの結婚式なんで、はい、うん、うん、すごく。りょうちゃんは、うん、お前が楽しんでるなら俺も一緒に決まってるだろ。あ、楽しんでくれとる。まあね、私とさっさくんの、あの、結婚式なんでね、それは楽しんでくれたら困るからね。うん、うん、よかった。お前がドレス着て目の前にいてくれてるだけでもう何もいらないよ。あ、そうですか。あなたのためのドレスじゃなくて、これ、あの、普通にね、あの、さっさくんと、あの、結婚するためのドレスなんで、あの、はい。あ、りょうちゃん、はい。俺のために。ん？綺麗なドレスで来てくれてありがとう。え？ちょっと何て言うか分かんないんですけど。え？ん？え？ちょっと何言ってんすかこいつ。こいつ何言ってんか分かんないんですけど。思い込み激しすぎるやろこいつ。こいつどんだけ自分のことはモテとると思ったんで。いやりょうちゃんのため。いや、そこは俺のためってことでいいだろう。いや、違うんだよな。じゃあそういうことで。あかんかん、バカたれバカたれ、そんなこと言うだからさっさくんに怒られる。調子乗んな。お前がやろ。お前が一番調子乗っとるわ。お前が一番調子乗っとるやろ。ふふ、りょうちゃんすごく気に入ってくれたみたい。じゃあそろそろ閉店。うん。遅くまで付き合わせてごめんな。家まで送ってくよ。うわ、近い。今日のお前、近い。骨董店の奥さんにしてはちょっとドレスアップしすぎかな。近い。骨董店の奥さん？ちょっと何言ってるか分かんないっすよね。店の奥さん、ちょっと何言ってるか分かんないですよ。ちょっと何言ってる、私陸上部の方の奥さん嫁なんで、はい、すいません。あの、ちょっと何言ってるか分かんないですよね。大丈夫かな、頭。え、奥さん、近い、離れろ。私ね、今めっちゃね、距離が遠いです、画面からの。離れろよ、近づくなよこの野郎。はぁ、何しとんねん。何しとんねん！おい。おでこか？おでこなら許すか？いやいや、許さんよ。怖い。付き合ってないやろ、お前。何しとんねん、お前。クリスマスだし、いいだろ。よくねえよ。何言ってんだよ。許可取れや。まあ、許可取られても無理やけどさ。おい。もう夫婦じゃねえよ。は？何しよう、何しよう。洗おうぜ。
洗おうぜ。もう洗顔しまくろうぜ。ちょっと。これ、さっさくに怒られてまうやん。ちょ、やめえよ。こうして高校生活最後のクリスマス終わった。最悪やなこれ。万歳。知らない人ですね。あれ？りょうちゃんからメッセージ。知らない人ですね。ん？誰だ？ん？りょうちゃんからメッセージ。ん？これから父さんと母さんに会ってくる。卒業までには帰ってくる。バレンタインもらえんかったから？バレンタインもらえんかったから逃避行してますよ。逃げてますよね。そっか、いってらっしゃい。お父さんとお母さんってことはイギリスだよね。りょうちゃん。バレンタインもらえんかったからイギリスに逃げましたね、あの人。